させてもらいました。これは新藤一子さんのライブでの音源なんですけれど、今回も前回に引き続き新藤さんと倉石陽子さんにお越しいただいています。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このライブ、前回のお話ではもうこれで歌が歌えなくなるかもしれないという万感の思いを込めたライブだったということなんですけれども。そうなんですね。もっとなんか万感の思いを込めるって言うと、もっとこうバラードみたいなね、しっとりとしたものだったら、私ロックですからなんかでも新藤さんらしいかも。そう、うん、まあ、隣でこう新藤さんらしいと言ってるのが、私の古くからの友人の倉石陽子さんなんですが、はい、2人の出会いから話していただけますか。はい、実は私もあの乳がんの手術で病院に入った時に、まさにあの大きなガラガラバッグの中に洋服やこの身の回りのものを詰めて病室の中に入れた時に、とにかく私誰かと喋りたかったんですね。全部病室は個室だったんですけれども、この個室の空間を楽しむ前に、とにかく誰か友達を作りたい、誰か喋り相手が欲しい、どこか行く場所が欲しくて、キョロ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 した時に、ちょうどトコ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 歩いている新藤さんを見かけてさらにお隣に越してきましたよ的な雰囲気で、こんにちは、そうそう、隣に入りました、倉石です。そうなんですね。軽く喋って。同じがんだったんですか。いや、あの乳がんって言っても、実はこれ種類がたくさんあるんですよ。若干違います。私の持ってるがんは1センチから3センチの、まあ、塊で、であのそれがまあどの辺までがいわゆる顔つきの悪いがん、どの辺がいわゆる悪性のっていうのがまだわからない状態での入院だったんですけれども、ステージをよく言われますよね。はい、私は、切った後分かったのが1でした。ただ切る前は2の B か3に行くか行かないかっていう説で、浸潤がん、非浸潤がん、どっちかなとさえ言われてました。浸潤がんっていうのは、おっぱいが出るこの管の管から、いわゆるがんの細胞が外にテロテロと漏れてリンパに転移する可能性のある、いわゆる漏れているのが浸潤がん。なんかあの非浸潤っていうのはちょっと立ちが悪いやつですね。そうです、中にまだ収まっていますよ、大丈夫ですよ、収まってますっていうのが非浸潤がんなんですけれども。新藤さんは非浸潤。そうなんです。そのまさにその非浸潤がんっていうのが、うん、私は非浸潤がんでステージゼロと言われましたが、全然違うんです。でも全摘出させられたんで、させられたっていうのもまあね、なんか被害者みたいですけど、うん、でも何回も先生に、え、非浸潤でそこにがんがあるのは分かるけれども全摘なんですかっていうふうに、やっぱりすごく精神的に結構辛かったですね。今も生きるか死ぬかみたいなことであれば誰しもそれを取ってしまおうと思われると思うんですけれども、うん、まあゼロで全然普通に元気にしてるのに、そこの要するに管の乳管の管の管からちょっとでも漏れたら浸潤したというふうに言うんですけど、浸潤するともうその段階でがんステージ1とかなってくるわけですよ。うんうん、ただその中に管の中にある分にはステージ0と呼びます。ただ私の場合は乳管が一つの乳管だけでなくて、まあ、7センチぐらいに広がっていろんなところの乳管にがんができてたんですね。固まっている状態の時と、あと柔らかく周りに広がってね、そうですね、いる状態っていうのもあるんですよ。新藤さんの場合は乳管の中に固まって、うん、それがあちこちにあったから全部取らなきゃならなかったっていう。そうなんです。で、それ一番初めに分かったのは区民検診だったんですけれども、この言葉は結構キーポイントかなと思うんですけど、石灰化というふうによく言われるんですね。で、この石灰化っていうのはなんか一瞬がんとか全然関係ないというふうに思いがちですけれども、この石灰化が進んでいくとがんになっていくっていうことなので、結局まあ私は半年前にその石灰化が分かって、
て、その半年間ずっと検査をやったり、いろんな、まあ、待ってなくてはいけない、今とてもその乳がんが流行ってるというか、あの芸能人の方たちも、ね、なんかみんな、うん、あの検査を受けましょうということで皆さん検査に行かれるので、検査待ちが私の場合初めの検査が4ヶ月ぐらい待たされて、うん、そこからまた手術する病院でまた2ヶ月ぐらいかかったので、結局もうその間ずっと精神的にはちょっと辛いというか、かなり、でもその間この音楽が、あの、まあ、ライブ活動とかコンテストとかですね、そういういろんなイベントがありましたので、もうそのことは考えないようにしながら半年来て、それでまあ万感の思いで6月19日のライブに至ったという、そういうことなんですね。吠えてますね。はいはい、吠えてましたね。倉石さんはでも、はい、見つかったらすぐ手術ってバタバタバタってなったって話ですよね。私の場合はすごく早かったですね。人間ドックで私はまず見つかったんですけれども、もともと乳腺症、あの塊を20歳の時からもうすでに持ってたので、チェックはしてたんですね。ここに塊がある、大きいのがある、うん、ただ人間ドックの時に超音波、もうマンモじゃなくてもう超音波で見てる時に、あ、なんかこれ影が違いますって言われて、うん、複数の先生がちょっとあの入れ替わり立ち替わりで、ちょっと検査しますよ、検査しましょう、でちょっと麻酔を打って生検してもいいですか、あ、どうぞ、ちょっと細胞を取りますね、見た結果ちょっとお話がありますっていう、まあ、流れだったんです。もう結構私の場合何でしょう、全然心の準備ができないまま、よくテレビドラマにあるような大変なお話があります。悪性の腫瘍が見つかりました、ガンです。え、その時ガンと来なかったの？もうあの頭の中でガーンってやってました。ただそれやっちゃいけないな、今ここでやっちゃいけないなって言いながら、そうですか、はい、でどうなりますかで、あの大体大きさが2センチから3センチ、これをその大きさとともにそれだけの、まあ、ボリュームがあるので、私の場合は、まあ、場合によっては抗がん治療があって全摘部分か全摘になるかもしれない、そしてその後放射線があってホルモンがあってっていう、まさにフルコース状態の話を一番初めにプレゼンテーションされました。でその後もうとにかく頭の中にあったのが、自分の健康も確かにもう とにかく心配だけれども、それ以前に仕事が、え、私ここで何かあって全部止まったらものすごく責任感じるな、どうしよう、本当ね、うん、あとこれを誰に言おう、確かに、まあ、私は一人ですけれども、これを兄弟や親にどう伝えよう、うん、いきなりすいません、なんか人間ドック行ったらガンって言われましたって、なんか正直にどんなに肉親であっても言いづらくて、うん、まずその時点でしばらく悩んでいて、うん、その次にまず妹に喋って、でその次に親に話すより私友達に話してましたね、うん、こんなことがあってしまったんだけれども、なんかでも私に話してくれたのは、うん、携帯電話で私聞いたんですけど、なんかさも大したことがないように、あ、マリさんにねお話ししたのはかなり落ち、まだ落ち着いてきたかな、それでもちょうどあちらこちらを徘徊している時代の私でございます。でもね、なんか私も今の倉井さんのお話を伺ってて、うんうん、私もね、なんか逆に貯めておけなかったですね。貯めておけ、まずね、なんか自分の中で、そうだから結構喋ったと思います、うん、逆に、うん、あの聞かされたお友達はちょっとあの重すぎて、うん、ちょっと気の毒だったと思うんですけども、うん、なんかね言わずにはいられない、いられない、だから、うん、よく今真央ちゃんのブログとか皆さん偉いねとかって言うけど、うん、あれやっぱりね気持ちとしては私吐き出した方がいいと思うんです、少しは、ね、楽になるんですよ、うん、でなんか自分だけでずっとこう抱えてるよりは、うん、なんか誰かに言っちゃうとちょっとそこだけすっきりするんですね。そうなんです。で、なんか私あまりにも、まあ、期間も長かったので結構いろんな人に言って、なんか皆さんにご心配かけて、手術が終わった後なんか私自撮りして、うんうん、なんか30人ぐらいの人に BCC でメール送りました。こんなに元気になったのよみたいな。私もあの手術が終わった後そのまま病院のベッドで横になっている時にピースサイン状態の写真撮って、やっぱ私のがんの話を聞いてもらえる人と、ちょっとこう、あ、この人は多分この話苦手なんだろうなっていう人はね、はい、にはあの、ね、まあ、ちょっとお知らせして、まあ、また後日ご連絡いたしますって感じにして、わかるわかる、でやる方にやっぱりメールして元気です、そうそう、こういうことになりました、とにかく元気だっていうことを言ってしまった以上、うん、なんかその責任もあって、やっぱりあちらの方から私にどうですかっていうふうには聞けないですよね、なかなか。だからそれはこっちの方から、うん、あの発信しないとと思って、なんかもうこれだけ元気よっていう感じで、新藤さんすごい元気なんですけど、うん、全摘にもかかわらず、はい、で今はもうそれで、放射線とかホルモンとかしなくていいんですか？そうなんです。だからそのステージ0が
どんなに良かったかっていうことを、まあ、先生もおっしゃってましたね。あとの抗がん剤もないし、ホルモンもないし、放射線もないの で私も一番初めはその乳管に一つの乳管にできてると言われていたので、部分だというふうに説明されたので、その後照射がありますとかって言われたんですけど、その後の MRI 検査でもっとありますっていうことになって、結局部分か全摘かっていうことで随分待ってる時間もあったんですよ。それで最終的に先生が全摘っていうことになったので、その日が一番辛かったですね。なんか一番精神的にちょっと来ちゃったのは、全摘になりましたって言われた時に、という感じで、なんかでもまあ、倉石さんの今のお話を聞いてると、部分でその後で放射線をね5週間毎日通う、それを見たらまあ私は全摘でよかったかもというふうに思います。結構ね、だってあの倉石さん辛いもんね、やっぱ痛みがあったりとかね、大きな体調で言えばやっぱりちょっとだるいっていうのはありますね。あとはとにかくちょっとムズムズするでも痛いんでしょ、ヒリヒリしてね。体力が ある時はわりかし今は大丈夫です。ただこの間多分ねお会いした時疲れてたんだと思う。あの時ねごめんなさい、もうもじ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 しててね。でもなんかわかります、本当に私も ね朝起きると元気なんだけれども、夜寝る前になるとやっぱりもう体力がね、筋力とか切ったところはもう神経もないので全然痛くないんですけど、周りの部分がなんかずっと違和感がずっとあるんですね。ありますよね。で筋肉がこう急にグッと固まったりとか、何かの拍子にギュッと筋肉がこうつれるみたいな、なんかつっちゃうみたいな感じになるんですよね。そういう感じ。そういうのとか、そういう話っていうのは経験者同士で話すと、そう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 とかって言い合えるので、マリさんすごい対照的なんですよ。進藤さんは全摘で痛いんです。私は部分摘出で今放射線をやっていて、進藤さんとはまた違う痛みね。でもね、お二人とも早めに分かったからいいんであって、そうですね。まあ皆さんのお話を聞いて分かったんですけど、がんには18の顔がある。1日5000個がん細胞ができて、それがまあ10年かかって1センチになるとかって。そう、10年1センチになって、18、顔がね、だから種類がね。種類ね。種類。そうなんですよ。だから私の場合は浸潤してないので、結局触診をしてもダメなんですよ。どんなお医者さんで見てもらっても、触診の時に、あ、進藤さん大丈夫ですよって言われたので、私結構なんかお気楽に考えていて、まあ大丈夫だろうと思ってたのが、あれよあれよといううちにそういうことになり、なのでやっぱり触診と MRI とエコー、MRI じゃない、マンモグラフィーとエコー、この3つはやっぱりセットでやらないとダメみたいですね。先生そうおっしゃってましたけど、触診だけじゃね、分かんないんですよね。分かんないんですよ。私はやっぱりある程度ボリュームがあるので、ここにありますよって言われるまで私はそれこそずっと自分ではチェックはしてたんですけれども、乳腺症持ってたんで、それでも脂肪の下にがんがいたので、触ってるだけじゃ初め分からなかったんですよ。ただ後から言われて、これががんですよって言われた時に、あ、これなんだっていうぐらいで、医療の従事者の方もやっぱり見なきゃ、見てるだけでは、触ってるだけでは分からないって言われましたね。二人とも、まあ、誰が、まあ、いつなんだか、私だってね、その危険はあるわけで、そうです、まあ、片っぽ取ったからって片っぽならないわけがない。そうなんですよ。私はね、まだ右、左を取ったんですけど、右の方にもその石灰化が見られるんですね。ですから、まあ、これから、まあ、病院に定期的に通うわけなん、通ってまあチェックはしていただくんですけれども、いつ何時そこが、ね、また、手術っていうことをすることにならないとも限らないので、なんかやっぱりそれを思うとちょっとドキドキしますけれども、まあ、とにかく生きてる意味みたいなのを見つけるためにも、今回ラジオ番組に出演しましたみたいな。ありがとうございます。マリさん、だって今3人か2人に1人が癌で亡くなるとか言われてるんですけれども、この乳癌って本当に多いんですよ。12人に1人なんですね。確率が高いというか、特に40代50代、この辺がとにかくピークらしくて。アンジェリーナさん取っちゃいました。そうです。だからアンジェリーナ・ジョリーと私は一緒ですね。あ、本当だ。全然違うかってでもある意味全摘でね。そうなんですね、ただその12人に1人っていうのは10年前は16人に1人だったそうなんですよ。あ、そうです。それはやっぱ検診が盛んになって、皆さん検診を受けられるようになったので、その12人に1人になったわけで、決して増えてるわけではないというふうには私は聞いていますけど、まあ、皆さん経験なさって思うことはやっぱり早めに
検診やなんかを受けて自分なりのチェックをするということですかね。そうですね。あ、それはもう本当に、ね、大切ですね。常にあの毎日毎日だってがん細胞できてるわけですもんね、はい、そう1日5000個できてます、ね、で5000個できていてそれを免疫細胞が一生懸命あの潰して歩いてるんですけれども、体が疲れてくるとこの免疫細胞がね元気がなくなってしまうんで、長い時間をかけて、うん、要するに傷ついた DNA とか傷ついた細胞がどんどん増えてしまっているのががんなので、だってね環境だってよくなくなってきてるじゃないですか、うんうん、自然の環境が壊れてるわけだから、食べ物とかね、そうだからそれでやっぱり人間のやっぱりいろんなものも狂ってきてるんで、うん、常にチェックって必要ですよね。そうですね、確かに、うん、本当にありがとうございます。あの、はい、それじゃあまたあのちょっと中途半端だったんで、はい、先ほどのカムトギャザーを全曲ちょっと流していただいて、あと倉石さんはほら、はい、女優さんなのでちょっと童話を読んでいただいたものを聞かせていただこうかなと思っています。はい、わかりました。皆さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。元気で頑張ってください。ありがとうございます。新藤さんは吠えまくってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここいいですか。はじめまして。さっと彼が手を差し出してきたので条件反射的に私はその手を握り返していた。次の停車駅までまだ随分ありそうだし、退屈だったので席を移ってきました。お邪魔なら失礼しますが、車窓から白い波頭を指でなぞっていたら不意に声をかけられたのだ。どこから見ても日本人だが、外国生活が長かったのか
強めの握手に違和感がない。初対面で手のひらの感触だけだが、なんとなく相性が合いそうな気がした。どうぞ。私も退屈していたところなんです。すると彼は明らかに喜びの表情を垣間見せ、前の席に姿勢正しく座った。今握手をさせていただきましたが、本当にありがとうございます。ついつい手が動いてしまうんです。日本ではやっぱり戸惑われる方が多くて。お仕事で世界を回られているんですか？はい、そうです。あ、仕事っていうと少し違うのですが。それカメラですね。ああ、カメラは趣味です。収入の足しになってはいますが、あまりうまく撮れません。握手をした相手の記憶を留めておくくらいで。あ、後で1枚お願いします。旅行家なんですね。あなたはリフレッシュ休暇ってとこですか？観察眼が終わりなんですね。ええ、目は一向に自信がないのですが。この手のひらの感触だけは相当に自信があります。と言って顔の横に手を広げてみせた。実にハンサムな人だった。スラッとした上背、よく日焼けした肌、がっしりとした肩、顔も引き締まってる。しかし、なんて真面目腐った顔つきだろう。私は彼の顔の横に広げられた手に目を留めた。手相占いしてみましょうか？ぜひとも。うん、あなたは車中で、一人寂しく温泉地に向かっている女性と運命的な出会いをする。僕の見立てと一致しています。彼は目を閉じて笑い出した。あなたは世界中のすべての人と握手して回るのが目標なんですね。できれば。僕の手のひらは特別なんです。特別な感覚器がこの部分にあるんです。この辺り、縦に一直線に走っている運命線と親指と人差し指の間から出て真ん中に向かって降りているこの上の線、頭脳線が交わっている部分に人にはない感覚器官があるんです。私は堅苦しさをほぐそうとして軽く微笑んだ。感覚器官？ここに僕の第二の舌が潜んでいるんです。え？本当なんです。ここに舌と同じ器官、厳密には舌以上の機能を備えた器官があります。見た目だけでは分かりませんが。じゃあ例えばその手のひらで食品の味が感じ取れるとか？そういうことです。料理家になれますね。手のひらをかざすと立ちどころに出来不出来がわかるなんてたやすいことですよ。昆虫には口の中だけでなく前足にもありますし、触覚にも味覚を感じる器官があります。人間に手のひらで味を感じる器官が残っていても不思議ではないと思います。私は考え込む時の癖で顎下を軽くつまんだ。つまり握手するとその手のひらで何か感じ取ることができる？そうです。この手のひらの下に握手した相手の人がどういった人なのか伝わってくるんです。握手するとその人の味わいを感じ取ることができます。人の味わい？空想好きな人はキャンディーのような甘い味が手のひらから感じ取れます。何事にも厳しい人は辛みがあります。欺瞞に満ちている人は酸っぱいし、皮肉を言いそうな人は苦い。人も食材と同じで様々な味があります。私は目の玉が飛び出しそうになった。
他にも性格が穏やかで丸い人はまろやかな舌触りで、しつこい人はこってりとした感じ、時々鋭さを感じさせるのではという人は、ピリッと唐辛子の効いたような味がします。ああ、よく文章で表現されるようなことと全く同じです。きっとこの味覚センサーを持っている人は僕だけではないと思います。なんだか楽しい人生を送れそうね。初めて会ってもその人のことがすぐに分かってしまう。便利じゃないですか。不便な時もありますよ。例えばプールには入れません。ああ、いろんな味が混ざり合っているからかしら。そう、とても耐えられない味です。変わった味わいの人っていました？うん、マヨネーズの味がした人に出会ったことがあります。マヨネーズ？マヨネーズ味がする人はどんなタイプの人だとお思いですか？酸っぱい味はさっきよくわからなかったけれど、欺瞞に満ちた人って言っていらしたから、ペテンシっぽいってことかしら。ワルとかそういう要素も含まれているでしょうが、いたずらっぽいといったくらいの悪さ加減かな。どうやらこの人はいろんなタイプの人を結びつけるのに一役買っていそうな人なんです。レタスのような人やオニオンのような人やラディッシュのような人を上手にチームに仕立てていく役割がマヨネーズそのものね。そうです。またこの特殊な能力で人を救ったこともあります。人が救えた？ええ、握手した時に賞味期限切れのような味が薄くなっている女性がいて、自殺志願者だとピンときました。私は目を丸くした。ふん、じゃあ私はどんな味わいだったのかしら。実はこうやって長々とお話をさせてもらったのも訳がありますが、単刀直入に言うと、あなたは昆布だしのような味がしました。昆布だし？人として濃いうまみがある。すぐにお友達になりたいと思いました。濃いうまみですか。で、あなたは？ここで隠しても仕方がないから白状します。僕はカツオ風味なんです。ああ、昆布だしとカツオ風味の出会いだったんですか。はい、この二つが出会うとうまみが増す、相乗効果があると聞いています。まあ、私は彼の手のひらに自分の手のひらを軽く乗せた。彼はいきなりだったので目を白黒させて絶句している。なんとなくだが彼の旨味が伝わってくる気がした。長く味のある付き合いができそう。現在のものではありません。ご了承ください。マリと友達のわわわ。